皆さん、こんにちは。2023年5月18日に自宅から救急搬送された市川猿之助さん。自宅からは愛する M に宛てた遺書が見つかったと報じられており、M とは付き人の石橋正隆さんではないかと噂になっています。そこで今回は、市川猿之助さんが遺書を書いた愛する M が石橋正隆さんと言われる5つの理由について考察してみました。自宅で倒れているところを担当マネージャーに発見されて救急搬送された4代目市川猿之助さん。倒れていたスペースで遺書とみられるものが発見されたと報じられています。その宛名に書かれていたのは M さん。愛する M、次の世で会おうね、高彦。と遺書には書かれていたそうです。市川猿之助さんが倒れていた半地下のスペースでは、遺書とみられるものが見つかっていました。1点はスケッチ用のキャンバスに数行書き留められて壁に立てかけられていたそうです。愛する M、 次の世で会おうねと第一発見者である男性マネージャーを名指しし、文末に高彦と市川猿之助さんの本名がひらがなで記されていました。市川猿之助さんが遺書を宛てた M さんとは一体誰なのでしょうか。4代目市川猿之助さんが遺書を宛てた M さんは俳優の石橋正隆さんだと言われています。ここで石橋正隆さんがどのような方なのかを見ていきましょう。石橋正隆さんは1979年4月6日生まれの44歳、神奈川県横浜市の出身です。身長170センチメートルで俳優タレントとして活動しています。なぜ M の正体として石橋正隆さんの名前が挙がったのか調べると5つの理由が浮上してきました。理由の1つ目は付き人で俳優兼マネージャーであるからというものです。報道によると M さんは俳優として市川猿之助さんが主催する舞台に立ったり付き人として運転手をしたりすることもあった人物だと言われています。石橋正隆さんのインスタを見るとたびたび市川猿之助さんとの投稿があり舞台での共演を確認できます。また石橋正隆さんが市川猿之助さんの誕生日をお祝いしているのも確認でき、親しい間柄だということが見受けられます。石橋正隆さんが市川猿之助さんの付き人で俳優兼マネージャーの可能性は高そうです。理由の2つ目は父親も俳優であるということです。市川猿之助さんが愛する M さんは俳優として活動していますが父親も俳優と報道されています。70代半ばになる石橋正隆さんの父親も俳優で、やはり市川猿之助さんとは近しく、現在も明治座の市川猿之助奮闘歌舞伎で共演しているとされています。石橋正隆さんの父親は石橋庄司さんといいます。 NHK 朝の連続テレビ小説真由子一人やドラマ飛び出せ青春などで国民的人気を博しました。どうやら報道の内容と一致しているようです。理由の3つ目は紅白に出場しているということです。報道では市川猿之助さんが遺書を宛てた M さんの父親は若い頃は俳優として青春ドラマに出演し歌手としても活動しており NHK 紅白歌合戦に出場経験があるのだといいます。また若い頃は学園ものの青春ドラマに出演しまた歌手として紅白歌合戦にも出場歴がある。これらの条件に当てはまり、なおかつ石橋庄司さんは歌手としてリリースした夜明けの停車場が大ヒットしています。この曲がきっかけで第23回 NHK 紅白歌合戦に出場した経験を持ちます。こちらも報じられた内容と一致しています。理由の4つ目はベテラン女性歌手と婚約していたとされています。市川猿之助さんが遺書を宛てた M は27歳だった時に当時54歳のベテラン歌手と熱愛が報じられ婚約していた過去があると報じられています。石橋正隆さんが27歳だった2006年、27歳年上のベテラン女性歌手との熱愛が発覚、翌年には結婚へと報じられたことがありましたとされています。M の候補として名前が挙がっている石橋正隆さんは過去に小柳ルミ子さんとの熱愛が発覚したことがあります。婚約したものの最終的には破局を迎えてしまいました。
2人の年齢差は27歳。こちらも条件に当てはまります。理由の5つ目は、連絡が取れていないということだそうです。市川猿之助さんが倒れて救急搬送された一件は、結果的にご両親が亡くなるという衝撃的なものでした。市川猿之助さんの身近で付き人、かつ親密な関係だった M さんにとっても相当ショッキングな出来事だったと想像されます。一方で、石橋正隆さんの父、庄司さんは、息子とは連絡が取れていないと明かしていました。石橋正隆さんは大きなショックと混乱の中にあり、父、庄司さんと連絡が取れていない可能性が考えられます。これまで市川猿之助さんが遺書を宛てた M が石橋正隆さんだと思われる理由をご紹介してきました。しかし、当初は M の正体として、元ジャニーズ事務所所属のタレントだった三宅健さん、現ジャニーズ事務所所属のタレントであるジェシーさんの名前が候補として挙がっていました。三宅健さんは名字の M と見られていました。ジェシーさんは本名、ルイス・マサヤ・ジェシー、もしくは日本名、佐藤マサヤの M と見られていました。さらに、二人とも市川猿之助さんとの共演を通じてとても仲良しであることが分かっています。これらを根拠に、M の正体として三宅健さん、ジェシーさんの名前が挙がりました。しかし、続報で M について情報が明らかになると、最もその条件に当てはまる人物として、石橋正隆さんが有力となったのです。市川猿之助さんが愛した M が石橋正隆さんなのか、いつかご本人の口から語られることがあるのでしょうか。今後の動向に注目していきたいと思います。市川猿之助さんらは一家心中ではないかと言われていますが、第一発見者で遺書の宛名 M とも言われている石橋正隆さんが事の発端となった市川猿之助のスキャンダルをリークしたのではないかとも噂されています。石橋正隆さんは市川猿之助さんの付き人、マネージャーとしていつもそばにいる方だと言われています。今回の事件での第一発見者でもある石橋正隆さんは、事件当日から行方をくらませているという情報があるのは先ほどお伝えしました。一体石橋正隆さんが逃亡したのはなぜなのでしょうか。石橋正隆さんは市川猿之助さんらが救急搬送された後、現場で泣き崩れているのを最後に行方がわからなくなってしまったそうです。石橋正隆さんのリーク説は本当なのでしょうか。リーク説の根拠一つ目は、警察に保護、事情聴取されているのではないかとされています。石橋正隆さんが行方不明であることの理由は、警察に保護、事情聴取されており、そのため連絡が取れない、結果的にリークした人物なのではないかという噂がネット上にあります。何らかの真相を知っているのか、石橋正隆さんしかわからないことも多そうです。リーク説の根拠2つ目は、突然の逃亡は罪滅ぼしの意味があるのではないかとする説です。事件当日まで関係者に目撃されていた石橋正隆さん、急に連絡が取れなくなったのは相当の理由があるからでしょう。スキャンダルを漏らしたのが本当に石橋正隆さんだとすれば、市川猿之助さん一家が自殺するなんてことまで予想していなかったことは確実です。もしもここまでの最悪な事態を予想していないとすれば、市川猿之助さん一家への罪滅ぼしとして逃亡したと予想する声もあります。リーク説の根拠3つ目は、市川猿之助さんの付き人としてずっとそばにいたからというものです。この説はリーク説の最たる根拠となっています。石橋正隆さんは市川猿之助さんの付き人でもあり、ドラマ共演する俳優仲間でもありました。マネージャーとして動いていたなら、市川猿之助さんのあれこれをすべて把握していると言っても過言ではありません。そんな石橋正隆さんだからこそ、何か魔が差して週刊誌にリークしてしまったのではないかという声もあります。リーク説の根拠4つ目は、キーマンであることは間違いないからというものです。石橋正隆さんは当事者の市川猿之助さんの次に事件の鍵を握る人物ではないかと言われています。その説はほぼ確実と言っても良いでしょう。市川猿之助さんの自宅で起き、目撃者もいないこの事件、ご両親は亡くなってしまい、真相を話すことができるのは市川猿之助さんか石橋正隆さんしかいません。石橋正隆さんはキーマンであることは確実ですが、本当にリークしたのでしょうか。
リーク説の根拠5つ目は、スキャンダルに腹が立ったからというものです。石橋正隆さんは市川猿之助さんの愛人だったという説も浮上しています。市川猿之助さんのことを愛していただけに、今回のスキャンダルが許せず腹いせに、週刊誌にリークしたのではないかという説もネット上では噂されています。つまり、セクハラ被害を受けていた人物は別にいて、そのことに対して腹を立てたというものです。ちなみに市川猿之助さんが書いたとされる遺書、愛するが報道で X に変わりましたが、その人物は石橋正隆さんだというのが濃厚です。リーク説の根拠6つ目は、小柳ルミ子さんのことをリークしたことがあったからというものです。石橋正隆さんは過去交際していたとされる小柳ルミ子さんの嘘の情報もリークしたことがあるそうです。交際している相手をリークする、しかも嘘の情報をとなると親しき仲の礼儀がないと思われそうです。どんなに仲が良くてもリークできてしまうイコール石橋正隆という噂が浮上してきました。石橋正隆さんのインスタグラムでは、市川猿之助さんと交流している様子がたびたび投稿されています。2022年10月9日、舞台鬼揃えもみじ狩りを感激していることが投稿されています。市川猿之助さんが出演する舞台を見に行き、ツーショット写真を撮っています。また市川猿之助さんの誕生日をお祝いしていたことも分かっています。石橋正隆さんは市川猿之助さんを兄のように慕っていたそうです。市川猿之助さんも石橋正隆さんのことを弟、家族のように思っておられたのかもしれません。市川猿之助さんと石橋正隆さんは多くの時間を一緒に過ごされています。公私ともに交流が深かったことは明らかでしょう。一方で2007年7月、当時55歳の小柳ルミ子さんが27歳年下の俳優石橋正隆さんと再婚するという大きなニュースが報じられたことがあります。当時世間をかなり驚かせたそうです。二人は2006年4月、三越劇場の舞台で共演したことがきっかけで交際に発展し、小柳ルミ子さんは石橋正隆さんをタカちゃん呼び同居生活を送っているとされていました。小柳ルミ子さんの母親が2006年に他界されており、喪が明けた2007年12月に入籍予定とされていました。石橋正隆さんは小柳ルミ子さんに指輪をプレゼントしており、一生ついていきたいと伝えていたそうです。もう結婚間近というところでの報道だったのでしょう。その後、報道陣が石橋正隆さんに突撃取材を試みた際に無言で逃げたそうです。そもそも二人の交際をリークしたのも石橋正隆さん側だったという情報もあり、報道陣に合わす顔がなかったのかもしれません。ところが、なんと入籍直前の2007年11月に婚約を解消しています。なぜ分かったのかというと、報道のあった翌日に小柳ルミ子さんが結婚を否定したのです。報道された時は別れた後だったそうです。二人の交際は事実で、結婚の話も出ていたようですが、小柳ルミ子さんがフル形で別れることになったというのが真相でした。後に小柳ルミ子さんは当時二人の俳優から好意を持たれていたことを語っています。いかがだったでしょうか。今回は市川猿之助さんの事件における重要なキーマン石橋正隆さんについて深掘りしてきました。さまざまな謎が出てくる中で、遺書の中に書かれていたのが石橋正隆さんで、現在連絡が取れていないようです。事件の概要を知っている重要人物であり、なぜこのような事件が起きてしまったのかが分かるパズルのピースであることは間違いないようです。また一方では、週刊誌に市川猿之助さんの醜聞をリークしたのは石橋正隆さんであるとの噂があることも分かりました。こちらに関してはあくまで噂の域を出ていません。週刊誌側も情報元の秘匿は絶対でしょうから、今後明らかになることはまずないでしょう。どれにしても連絡が取れていないことはとても気がかりです。さまざまな憶測がネット上に浮上していますが、無事に石橋正隆さんが見つかり本当のことを話してくれる日を待つほかありません。
ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。